南洋群島の警察は日本統治時代の南洋群島を委任統治する南洋庁が設置した警察である。トラック島原知人による準警隊の外地と比べて人口が少ない地域であるため警察組織も小規模であった。民情も良く内地から赴任した者は暇で暇でしょうがなかった。現地の子供に消化を教えるのが日課だった。釣りだけは上手くなったなどと述べていた。 南陽町警察では、長らく独自の教育機関を有さなかったため、警察官の任用に際しては、他地域の現職、または元警察官を採用し、特別な実務研修を行うことなく、そのまま任務に就かせる状態であった。1939年になって、警察練習所が設置され、ようやく教育、研修体制が整うことになった。南陽町警察では、 日本の警察の紋章として、有名な朝日章ではなく、南洋町と共通の、ヤシオオ章という独自の衣装の紋章を使用していた。1945年8月の終戦により、南洋町は解体され、南洋町警察は、太平洋諸島新宅等治療の警察に引き継がれた。南洋町警察では、独立した警察署は置かれず、 各市長に刑務係として存在した1931年時点、ありがとうございます。